はい、どうも皆さん、こんにちは、としこさんです。ナイフって、横振り攻撃と、縦振り攻撃があるじゃないですか。これって、威力の違いがあるのかっていうことを検証していきたいと思います。まあ、モールデッドさんが一番最初に出てくるのは、ここの扉の奥のやつなんで、1体だけなんで検証しやすいので、この子で試していきたいと思います。胴体、全部頭狙っていこうと思います。胴体だと多分ダメージ入んのかわかんないですけど、確か頭を潰さないと死なないっていう情報があるので、多分胴体ってあんまりダメージの影響ないと思うんですよね、モールデッドって。頭狙っていこうと思います。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。本日どちらのコースになさいますか？ご指名ありますでしょうか？ご指名ありますでしょうか？としょこさん入りました。ありがとうございます。横振りコース60分35,000円入りたいと思います。いらっしゃいませ。顔やっていきますね、顔。1、2、とりあえず2で次3、4、5、6、7、7、7、お、結構簡単に倒せるんだな、ナイフで。7でお客様が昇天されると。横振りコース35,000円60分ありがとうございました。続いてこちらに入りたいと思います。はい、続いてこっちの縦振りコース月のお月様じゃね、としこさんの得意なコースでやりたいと思います。刺していくわよ。いらっしゃいませ。本日どちらのコースになさいますでしょうか？縦振りコースありがとうございます。ご指名はありますでしょうか？としょこさんご指名入りました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。オプションコースありがとうございます。65,000円ありがとうございます。はい、一括ガードして、あ、外した。1、あ、1だよ、まだ1だよ。2、3、まだ4、お !4! やっぱりオプションコース恐るべし。お客様をすぐに昇天させてしまうこの実力、なんということだ。なるほどです。ということで検証結果、まあ7と4かなということで、多分おそらくなんですけど、多分横振りの方が攻撃速度は速いですけどもね、こう縦振りコースの方がじっくり攻めていけますので、ちょっと強攻撃っぽくはなるみたいですね。攻撃速度は遅いんですけども、若干ね、威力は高くなるのかもしれません。で、入ると。で、残念ながら、ちょっと、振り向くことができないので、ちょっと、この状態のままなんですけど、ダメージを食らうことはできるみたいなので、このまま死にます。ちょっと、どういう風に攻撃を食らってるのかはわからないんですけど、ね、予想だとわけわかんねえ状態に、どうやって死ぬのかな？あれ、意外に死ななかったりする？無敵だったりすんのか俺。なんだこれ、5発ぐらい食らってっけど死なねえな、なかなか。6発食らったぞ。7発食らったぞ。どういう状況なんだろう今。全然動けるね。なんだろう、無敵になっちゃうのかな、この壁に入っちゃうとは。うん、キリがないな。どういう状況なんだろう。ちょっとキリがないので出ますね。なんと、まあ、そうなるわな。あれですね、壁の中に入っちゃうと、なんか、E さんはとりあえず無敵になるみたいですね。